自民党戸塚区伏見幸恵です。立候補に至った理由ですけれども、私も子育てをしながら仕事をしてまいりました。歯科医院で勤め、また子供を産むとなりました時に一度仕事を辞め、また産後復帰となりました。しかし産後復帰となりました時になかなか保育園に預けることができず、ヤクルトレディの仕事もしてまいりました。仕事をするとなれば、会社にある保育園、託児所で子どもをすぐに預かってもらえるという素晴らしい環境に私も大変助けられてまいりました。このような制度、もっといろいろな企業の中にも取り入れられたらと常々思っておりました。また子どもが大きくなり、また歯科医院でスタッフとして働くことになりました。歯科医院では患者様に接する中、やはり皆様が医療にとても不安、また不満を持っているということ、いろいろとお話を伺いました。また女性も多く勤めている職場でございます。仕事を持ち子育てをしながらというのもなかなか大変、そのような話も聞いてまいりました。私が勤めている歯科医院理事長が参議院議員島村大でございます。私が患者様から聞いた悩みや不安、そして女性スタッフがこれから勤めるのに抱えている不安、その部分をもっともっと広い分野で私も広めて、また仕事をしていきたいと思っておりました。そしてその背中を押してくれたのが島村大参議院議員でございます。そしてこれから歯科医で一番訴えたいこと、やはり私も母親でございます。食育にとても関心を持っております。また中学校の昼食がこれから始まります。その中に地産地消を組み込んでいかれれば、もっと良い政策づくりになるのではないかと思っております。そしてもう一つ、私は医療現場で長く勤めてまいりました。その現場の患者様の声、しっかりとお届けをしていきたいと思っております。これから高齢化が進む中で、医療制度、また皆様が安心して受けられる医療制度の整備に私も力を尽くしてまいりたいと思っております。